アーノルド・アレンは、イギリスの男性総合格闘家。サフォーク州イプスウィッチ出身。BKK ファイターズ、トリスタージム所属。UFC 世界フェザー級ランキング6位。2012年、プロ総合格闘技デビュー。英国のケージウォリアーズを主戦場とし、10戦9勝の戦績を残した。2015年6月20日。 UFC 初参戦となった UFC ファイトナイト、イエンドレーチェック VS、ペンネでアラン・オマーと対戦し、ギロチンチョークで 3R1 本勝ち、パフォーマンスオブザ・ナイトを受賞した。2018年3月18日、UFC ファイトナイト、トンプソン VS、ティルデ・マッツ・バーネルと対戦し、フロントチョークで 2R1 本勝ち、パフォーマンスオブザ・ナイトを受賞した。 2019年7月6日、UFC239 で、元ストリックォース世界ライト級王者のギルバート、メレンデスと対戦し、3から0の判定勝ち。2021年4月10日、UFC オン ABC、ビトリー VS、ホラントで、フェザー級ランキング11位のソディック・イサフと対戦し、3から0の判定勝ち。u f c 3 0後8連勝となった。 ありがとうございます。